はい、どうもこんにちは、サイです。今日はですね、カナオの目を描いていきたいと思います。カナオは結構その目の横幅のラインを狭めに取ります。で、まず上のライン、これは結構濃いめに描きます。で、この入りのところはちょっと3本ぐらい線を出す感じで描いていきます。で、この抜きのところはちょっと払う感じで、で、まつげをちょっと短めに1、2、3、4、5本ぐらい、あんまりピーンって伸ばさずにちょっと短めでくっついてて、で、ちょっと根元を太めに。で、瞳は上が広くてちょっと下が狭めな感じですね。ちょっと上に対して下を狭めにとって、で、下のラインですね。下のラインはちょっと瞳よりはみ出させて、こっち側もちょっとだけ瞳よりはみ出さす感じで、線自体は割と濃いめです。で、下まつげをちょび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 と。で、瞳のハイライトの白い部分は円の上端みたいなのを描いて、ここにまた円の今度下側ですねを描いて、ここ斜めのラインを入れて、で、ここにタッチを入れます。で、二重のラインを、結構二重のラインは切り目に描きます。で、眉毛はだいたいこの目の上のラインの端からちょっと斜めに上がったところあたりから、眉毛ちょっと山なりな感じ で、ちょっとだけ前頭を太くして、はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえると嬉しいです。はい、というわけで今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。